おはようございます。この日の撮影は朝洗濯物を干すところから始まります。この日は快晴だったので、練習に行く前に洗濯を回して外干しをしてから練習に向かいます。快晴の日に朝外干しをできるととっても気持ちがいいですよね。ちょっとこちらの撮影してる時に僕の下着が映り込んでいたので、そこだけカットさせていただきました。家が東向きなので、なるべく朝日がある時間帯に洗濯物を干すようにしています。ということで練習に向かいます。もう朝の冷え込みが結構激しくて窓ガラスが少し凍ってました。ドライバー好きですし、晴れている日の運転はとっても気持ちがいいです。そして練習が終わって気分転換がてらに河口湖まで来ました。自宅や練習場から割とすぐに行ける距離にあるので、たまにドライブがてらに来ることがあります。いつ来てもこんなに綺麗な富士山が近くにあるって考えると、なんとも贅沢な気がします。この日は平日だったんですけれども、観光客も結構多くてだいぶ賑わっていました。紅葉シーズンでもあり、富士山の山のてっぺんにも雪が積もっていて、今が個人的に一番おすすめの時期かなと思います。こちらはちょっとカフェの上から富士山の撮影をしてみました。そこから移動して山梨県の中で一番僕が大好きな観光スポットに来ました。舗装された自然豊かな山道を登っていって、階段を上まで登っていきます。割と上の方まで登るので、もし行かれる際は靴などは気をつけた方がいいかなというふうに思います。階段を登ると五重の塔が見えてきました。なんかもうこれだけでいい感じですよね。そして河口湖の街並みも一望することができます。本当に天気が良くて気持ちよかったです。そして展望デッキ、たくさんの紅葉を見ることができます。そしてもうすぐ僕の一番大好きな景色、ちなみにここは荒倉富士浅間神社という場所です。それでは行きます。はい、どうですかね。ちょっと雲かかってしまってるんですけれども、五重の塔の奥に街並みが見えて、その奥に綺麗な富士山が見えます。とってもおすすめです。そして夕方帰ってきて、同い年の3人とシーズンお疲れ様会、北谷選手は今年で引退します。そして帰宅して明日のお弁当用の作り置きをしていきます。いつも作っている簡単な鶏ハムと鶏胸肉チャーシューを作っていきます。ちなみにこちらレシピを概要欄に載せておくのと、インスタグラムやツイッターにはレシピを載せているので、ぜひチェックしてみてください。このレシピ何がいいかって、鍋に入れて放置すれば完成しますし、火も止めているので放置している間にいろいろな作業をすることができます。また揚げたり焼いたりせず低温調理なので、有害物質も抑えることができ、油も不使用でとっても健康的です。鶏胸肉自体も安くて経済的な上に高タンパクで低脂質、アスリートからボディメイクをされている方、またダイエットをされている方など、様々な方におすすめすることができます。これ本当に一回作ってみてほしいんですけれども、鶏胸肉なのにパサつきが一切なく、とってもみずみずしく仕上がるので、一度食べたらやみつきになると思います。ぜひ作ってみてください。こうやってやるべきことを後回しにせず、時間を見つけて作り置きをすることで、次の日や朝楽をすることができます。そうこうしている間に沸騰したので卵を入れていきます。卵を茹でている間に鶏肉を漬け込んでおくことで、しっかりと漬け時間も確保することができますし、時間の効率化にもなります。茹でている間に氷水を準備しておきましょう。鶏胸チャーシューと一緒にゆで卵を漬け込んでおくことで、煮卵を作ることができ、一石二鳥です。ゆで卵が完成したら火を止め、ジップロックを鍋の中に沈めていきます。そこから蓋をして放置、その間にゆで卵の殻を剥いておきます。この後45分間放置したのですが、その間にお風呂に入ってきました。火を止めているので安心して別の作業をすることができますよね。はい、そして鶏ハムを切り分けていきます。仕上がりはどんな感じになるのか、はい、見てください。このプルプルさ加減、間違いなく美味しいやつですね。切り分けたらジップロックに戻していきます。続いては鶏胸チャーシューを切り分けていきましょう。個人的には鶏胸チャーシューとっても好きです。もうお風呂上がりで21時ぐらいなんですけれども、つまみ食いをしたくなってきました。はい、これも見てわかる通り間違いなく美味しいやつですね。案の定つまみ食いをして、全然カメラに収まってないんですけれども、美味しいポーズ。そして鶏肉とゆで卵をまたジップロックにつけておきます。一晩寝かすと味がとってもよく染み込んで美味しいです。そして次の日の朝、朝は必ずコップ1杯の水を飲みます。サプリメントも一緒に取っていきましょう。こちらはマルチビタミンと EPA、DHA です。あとは EAA か BCAA を飲むようにしています。サプリ信者ではないですが、自分のコンディション的にはいいので飲むようにしています。誰かがやっているからではなく、自分の体で試していいものを取り入れていきましょう。そして朝ごはんを食べ終わってちょっとゆっくりして、練習後に食べるお弁当作りをしていきます。ベビーリーフとブロッコリースプラウトはよく食べるんですけれども、新芽の野菜はとっても栄養価が高いのでおすすめです。そして昨日作っておいた鶏胸チャーシューと煮卵。はい、こんな感じで半熟でとっても味が染み込んでいて美味しそうですよね。トレーニング後になるべく早く栄養補給をすることが、疲労回復だったり強い体を作ってくれたり、トレーニングの効果をしっかりと引き出してくれます。もちろんお弁当がない場合には補食などで対応するのもいいかもしれません。あとはお弁当の他に練習後に食べるバナナとプロテインを持っていきます。そして練習へ出発。この日は雨が降っていたので、練習後車の中でお昼ご飯を食べました。
そして食材を買って帰ってきて少しゆっくりして夜ご飯を作っていきます。今日はこんな器の並び方でやっていきましょう。とは言ってもなんだかんだ作り置きがあったので3品ぐらい作ればこの日の献立は完成しました。まずはよく作るナスの焼き浸し。個人的に格子状に切り目を入れていくこの作業好きなんですよね。なんか勝手に包丁さばきが上手くなったような気がします。そして上手くなった感を出すために得意の5倍速よく倍速にしがちです。あとは少量の油で焼いていくだけです。本当はめんつゆで味付けする予定だったんですけれども、この日めんつゆがなかったので白だしで味付けをしました。そしてこちらはウンパイローのトッピングに盛り付けるための白髪ネギを作っていきます。ちなみに皆さんウンパイローって知ってますか？僕は全然知らなかったんですけれども、前に甲府で食べた定食屋さんのウンパイローがとっても美味しくて自宅でも作ってみようと思いました。キュウリの板ずりをしてスライサーを使って細くしていきます。キュウリは栄養がないと思われがちですが、とっても低カロリーでカリウムやビタミン C、 そして食物繊維を多く含みます。また日本人には馴染み深いぬか漬けにすることで栄養価がアップするらしいです。そして僕の献立には珍しい豚バラ肉。豚バラ肉って結構脂が多いのであんまり食べないんですけれども、今回は茹でるということでちょっとは罪悪感がなくなるかなというところで使ってみました。そしてこちらはスープ用の玉ねぎ。先ほど豚肉を茹でた茹で汁をうまく活用していきます。そして粗熱を取れた豚バラ肉を3等分にカットし器に並べていきましょう。盛り付けのポイントは円を描くように並べていくことです。初めて作った割には割とうまく盛り付けることができました。そして仕上げにきゅうりを乗せていきます。最後に白髪ネギ、そして糸唐辛子を乗せて完成です。あとはピリ辛ダレを回しかけていきます。さっぱりしていてサラダ感覚でとっても美味しく食べれる中華料理となっています。皆さんは食事でどんなことを気をつけていますか？もし何か気をつけていること、こだわりなどがあればぜひコメント欄で教えてください。そして最後にタレを回しかけて彩り的にもいいかなと思ってミニトマトを添えて完成しました。なんかこのビジュアルがいいですよね。キュウリで高さを出すことによって立体感も出てとっても写真映えします。そしてこちらはスープに入れる水溶き片栗粉、あとは溶き卵を入れていきます。豚肉の出汁をうまく活用した中華風の美味しいスープになります。これ卵入れるの失敗したんですけれども、かき混ぜてどうにか修正することができました。塩コショウを適量入れて鶏ガラスープの素、そして乾燥わかめを加えて完成です。これで簡単な3品が完成しました。あとは作り置きたちを乗せて完成です。ただ最近の悩みで、僕はだいたい5時半ぐらいと早い時間に夜ご飯を食べるのですが、日が落ちるのが早くなって5時半だと結構暗い状態になっています。いつも自然光がある中で撮影するので僕からすれば結構致命的だったりします。ということで結構急いで準備してるんですけれども、間に合いそうになかったのでここで一旦撮影をストップします。はい、ということでこの日の献立はこんな感じです。しっかりと日が落ちてしまったのでライトの力を借りつつ撮影しています。栄養バランスも見た目もバッチリな献立になりました。そこからご飯を食べてお風呂に入り、恒例のストレッチタイム。練習のある日はいつもだいたい同じ時間軸の中で生活しています。毎日同じルーティンの中で生活するというのはコンディションを管理していく上ではとっても大事なことだと思います。ただその同じルーティンの中でも毎日少しずつでも自分が成長できるように、それはサッカーに限らず、例えば今日は朝早く起きれた、家の掃除をできた、笑顔でみんなに挨拶ができた、そんな小さな成長でも、その小さな成長が毎日続けば結果的に自分の中の揺るぎない自信につながってくるのではないかと思います。僕自身もともとは全く自分に自信が持てず、なかなかプロの世界で結果を残せない日々が続く中で、どんどん周りの選手がスターに駆け上がっていく姿を間近に見て自分と比較した時に本当に情けない気持ちになったし、サッカーの世界で結果を残せない自分は無価値な人間なんだと強く思い込むようになりました。そして陥る悪循環。一時はグラウンドに向かうだけでも吐き気がして家から出れなくなってしまうので、グラウンドの近くの駐車場で車の中で寝て練習へ向かったこともありました。でももっと広い視野で見た時に、もちろんサッカーは好きですが人生はサッカーだけではありません。もっと別のことを勉強してみよう。そうやって少しずつ食事や別の分野の勉強を始めるようになり、毎日少しずつでも新しいこと、新しい知識を吸収するようにしました。そんな日々が続くと少しずつできなかったことができるようになる感覚、これは自己効力感というもので、小さな成長の連続、その積み重ねがやがて気づいた時には自分の中の大きな自信となって、自分はやればできるという感覚が育まれるような気がします。それが今現在サッカーでもそれ以外の部分でも自分の中の大きな自信となり、毎日前向きにポジティブに過ごすことができるようになりました。こういったお話がこの動画を見てくださっている方の役に立てれば嬉しいですし、今後もこういった僕の経験に基づいた僕の考え、マインドの部分の発信を続けていこうと思います。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。